はいいつもおお世話になっておりますすトトレレンドトレードーの店長です、えー、今回なんですけども、遊業で商売をしたい、そういった方向けの動画になります。というか、まあとりあえず音声だけなんですが、遊、えー、業でお金を稼ぐ方法というのはいくつかあるんですよ。で、一番簡単なところで3枚出品。これは最初に思いつくんじゃないでしょうか。ストレージにある20円のカードを同名で3枚集めてきて、 メルカリなどで出品して稼ごうとそういう手法ですね死者蘇生を3枚とかファーニマルペンギンを3枚とかですね、えー、利益率だけを見るならば原価が60円送料を高く見ても100円手数料を30円支出が190円で売り上げが300円もらえますので1つ売れるたびに110円ずつ利益が出る計算になります 非常に利益率高いように見えるんですけど手間賃非常に大きいです正直おすすめはしません仕入れ原価をね10分の1にする方法というのを、えー、動画の最後の方でお伝えしてますんでそれを、まあ、とりあえず見てください、まあ、何にせよストレージから仕入れるなら3枚出品はおすすめしませんこの商売続けるなら絶対に避けては通れないんですけどね3枚出品は えー、それでですね、この方法を積極的にやらなきゃいけない人っていうのを言います。これはですね、遊戯王カード詳しくないんだけどという方にはおすすめです。なんでかっていうと、売れるカードを知ることができるんですよ。まあそういう意味でかなり有意義な出品方法です。もし遊戯王詳しくなくて、この商売したいなって思う人いるのであれば、 えー、必ずですね数を打ちまくってください売れるカード売れないカード分かるようになります匂い嗅覚身につきますとても大切なことですよやってみてください、まあ、これでもね生活していくレベルまで稼ぐというのを目指すんであれば、まあ、こんなね下手な鉄砲作戦じゃ無理なんで、えー、ここから王道の方法デッキ販売をおすすめしたいと思います えー、めちゃくちゃ簡単にデッキ販売って何っていうのを説明するとデッキ構築の手間賃を上乗せしてカードを販売する方法これがデッキ販売です10円のカードを40枚集めてきてデッキだよって言えば2000円以上で売れたりしますえー、これマジですというわけで非常に利益率の高い商法 そう言えるのがこのデッキ販売このやり方を今回はご説明したいと思いますまず売れてるデッキを探しましょうまずは売れてるデッキを探してください遊戯王デッキとメルカリで検索するといろいろ出てきますそこで量産して販売している人を探してください、えー、基本的にですね デッキを量産販売している人は原価率の低い商品を最適な利益率に構築して販売されている場合が多いです、まあ、ただですね丸パクリしてしまうのはあんまり良くないので少しだけね手を加えるというようなことはしてほしいんですけどもえー、時々最近よく見るまあなんか検索にメルカリのね検索に引っかかるあれ 全部「サワミーの壺っていう単語が入ってるんですよこの方ちょっとねあのこの方という言い方はしないんですけど、えー、情報商材を売られていてそれでね自分のことを知らせようとしている場合の出品方法みたいで、まあ、この方のはあんまり参考にしない方がいいです見た感じ利益率低すぎてちょっと商売にならないなといやまあうん僕はやらないです で、えー、売れてるレシピとかねテーマについてはですねえーうんまあ動画化したらしっかりと解説していきたいと思いますただまあ先におすすめ言うのであれば悲願、えー、デッキ文房具デッキ新デッキ古代の機械アンティークギアからくりなんかが利益率非常に高いです、まあ、この辺おすすめですねえっ、ー、とですね、まあ単 簡単に設けたいのであれば、えー、僕の店で販売している04デッキってあるんですけど、えー、これ組んでください。めっちゃ簡単に稼げますから。あの確か、1デッキ3000円の2デッキで6000円なんですよ。で、えー、僕のお店で4000円で販売しているので、あんまりやってほしくはないんですけど、うちで買ってメルカリに流せばとりあえず利益は取れますよ。えー、まあ、利益率低いんでね、おすすめはしないですし、誰かに回してあげてほしいんですけどね。えー、それで次ですね。 えー、どんな人を参考にすればいいのとああ、えー、これはですね基本的にデッキテーマのカードを3枚ずつ入れている方のデッキレシピを参考にしてくださいデッキテーマのカードっていうのは、えー、アンティークギアだったらアンティークギアボックス3枚とかアンティークギアゴーレム3枚とか、えー、本来ね遊戯王のデッキっていうのは瓶刺しとか2枚とか枚数を調整して最適な形にするんですけど こういった量産販売されている方っていうのは基本的には全部のカード3枚ずつ入れてますこういった弱いデッキはね売れないんじゃないかと、まあ、弱いんでね思われる方多いと思いますもしあなたがユーザーであるならばもっといいデッキをお客さんに提供してあげたいとそう思うと思いますそれが当たり前ですその気持ちは忘れてはいけないと僕は思いますただですねここから大事なんですけどどんな人が メルカリでデッキを購入していますかおそらくメルカリを利用してメルカリを利用してデッキを購入する人というのはこれから始めようと考えている初心者の人興味のあるデッキテーマをとりあえず手元に置いておきたい人環境クラスのデッキを組みたいけど社会人で時間がない人そういう人が多いと思いますこの3種類です 環境クラスのデッキっていうのは、えー、ものすごく強いデッキのことですもちろん減価率が非常に高いリスクのある商材ですその分売上も大きいんですけど僕はあんまりお勧めしませんであれば、えー、最初のね初心者の方とテーマを揃えたい中級者ぐらいの方をターゲットにするのが非常に合理的だと言えますね で、えー、まず初心者の方っていうのはデッキの強さがわからない場合が多いですこれ本当にデッキなんですかっていうようなものでも、えー、買ってくれますですんで、えー、3枚ずつのセットにサイクロンとかスケープゴート死者蘇生その辺の汎用カード少し入れるだけで、えー、売れたりします、まあ、こちらのね、えー、売れる汎用カードについても後ほどというかまあ 動画化したらゆっくりと紹介していきたいなと思うんですけどでテーマデッキを手元に置きたい人ならもうね3枚ずつ揃ってれば買うでしょうということで、えー、テーマを3枚ずつ揃えて、えー、量産販売している人この人の出品を最初は真似て、えー、販売していくのを僕はおすすめしますこれだけだと少し正義に欠ける気がしますから ちょっと補足の説明をさせてくださいあなたはこれからオリジナルのスターターデッキを販売する業者になりますそれを目指してくださいスターターデッキというのはですねコナミが販売している遊戯王はじめようセットのことですこの商法は遊戯王というコンテンツを、えー、手に取ってもらうのにはかなり有用ですから 有害な商法ではありません私はそう思いますですから、えー、自信を持って販売を行っていただければなと思います取り急ぎねはいとりあえず先行ということでねマイクテストも兼ねて、えー、音声だけ撮ってますで、えー、そうですね先に仕入れの方法だけ、えー、ご説明しとこうと思いますこれなんですけど、えー、いわゆる引退品の購入と まとめ売り、えー、カーナベルさんとか、そうだな、最近だと B ンポさんの、えー、8ボックス、8の数ボックスですね。あんな感じのノーマルカードたくさん詰め込んでるタイプのものを買うのをおすすめします。で、ヤフオクの引退品なんですけど、これはね、業者さんがまとめ売りとして、えー、市場に流してる場合は、流してるなと思った場合は、 絶対に買わない方がいい方がですカーナベルとかの方が中身悪いんじゃないって思うかもしれないんですけど実はですねあの全然いいですあヤフオクの引退品買うよりあ業者さんのねなんでかっていうとお店の中に来るカードの数って本当もうバカみたいに多いんですよそうするとねやっぱ売れ残るんですねもう例えばそうだな 死者蘇生っていうすごい100円ぐらいのカードあるんですけどこれがね売れ残るんですよお店はだからそういったまとめ売りに入れちゃうんですねで入れたとしても後でまた入ってくるのでまあ簡単に入れられるんですよお店の場合はでも個人で引退出品出されている方というのはえそういった仕入れルートの獲得ができていない場合非常に多いので中身がね あのデッキ販売終わった後のデッキパーツのないやつとか外国版カードばっかりとかそういったケースが非常に多いように思われますですんで、えー、まずはショップのまとめ売りで自分のカードプールを獲得することをおすすめしますちょっと宣伝になるんだけどね僕のお店でも1万枚3000円とかそういうなんかあるんですよカードの束ほんとたまってるんでそういうのを売ることになるのかなと思います でまあ、とりあえずは試してみてくださいえー、っとですね大体市場価格で1枚0.5円ぐらいで売られているので仕入れ原価はまあ10円とかの世界ではなく本当と1 10分の120分の1に抑えられますですから必ずまずは引退品やまとめ売り買ってくださいあえー、っとですねこれ言わなきゃいけないんですけど なんでカードショップのまとめ売りを買わなきゃいけないというか買うべきなのかというとこなんですよえっとねまずカードの価格ヤフーオークションにあなた方が引退品として出品したとして引退品というか引退セットっていうふうにつけるんですけどしたとしてもえ約0.5円で売れます1枚でお店のまとめ売りも0.5円です買って仕分けて ヤフオクに流す,すると無料でデッキが作れちゃうわけなんですよ。これ非常に強力なんで、うん、絶対にやってください。これやらないと商売になりません。はい、でした。